国鉄雲8万経過車は、1986年から1991年にかけて日本車両製造、川崎自由工業、日本貨物鉄道広島車両所で79両が製作された私有貨車である。車席は日本国有鉄道に編入されたが、1987年の国鉄分割民営化に伴い JR 貨物に移った。 それまで国鉄は草急線経営、倉急線型などで大型トラックのピギーバック輸送に関する試験を行っていたが、初版の問題から実現していなかった。これに対して、性能運輸から4トン積みのトラックを利用したピギーバック輸送の提案が1985年に出された。小型のトラックで周廃を行い、物流センターで大型トラックに積み替えて、 感染輸送を行うという形態のトラック運輸に対して小型トラックをそのまま鉄道で運んでしまうことで積み替えをなくして効率化しようという発想である。4トントラックならば普通の貨車と大差ないもので輸送ができることから早速本形式が制作されることになった。本形式は全長 19100mm、全幅 2720mm、 全高 1992mm で自長は18.8トン、荷重は16トンで、九五線型から流用した TR63CF 型台車を装備し、CL 方式を荷重装置付き自動空気ブレーキと手ブレーキを備えている。最高速度は時速 100km で設計されている。車体はコンテナ車に類似した漁服系の側張りを持っている。塗装は、 ファーストブルーで台車が灰色1号である。トラックが滑車場を走行するために上面は平坦になっており、タイヤガイドが設置され、またタイヤを固定する禁定装置がある。隣の車両に渡るための渡り板も装備されている。床面高さは9 7 0ト、mm、ルで、少しでもトラックの荷台を拡大できるよう、わずかながら低床化されている。トラックは、 長さが8.5メートルまでのものを2台搭載できる。荷重の16トンにはこのトラックの自重が含まれているため貨物運賃が高くなって衰退の原因となった。各年度による製造会社と量数は次の通りである。全社日本フレートライナーの所有で組む8万組む8万7 8の79両が製作された。 1986年11月のダイヤ改正で、初めて東京貨物ターミナル駅、名古屋貨物ターミナル駅、大阪貨物ターミナル駅、東広島駅の4カ所を結んで、本形式によるピギーバック輸送が開始された。コンテナ列車に1両から2両程度の本形式を連結して運行していた。その後、本州内各都市を結び、 多くのトラック運送事業者が参入して、急速にピギーバック輸送が成長していった。1987年7月に日本海中間線でも運行が開始され、大阪貨物ターミナル駅と沼水駅を結んだ。1988年7月には上越線経由の列車の運行が始められた。1989年6月には、 上越線経由の列車が集約されて12両の本形式に5両のコンテナ車を連結した編成となり、中越運送がトラック運送利用枠を独占して、ピギー中越号の愛称が付けられた。1990年3月には本形式のみの17両編成となり、さらに10月には20両編成となった。また、同年3月には東北地方でも運転が開始された。 こうして1992年度には年間98,500台のトラックを輸送するまでに成長したがバブル崩壊に伴う景気の低迷により一転して需要は減少し始めた。貨車にトラックをそのまま積み込むことからトラックの自重も貨物運賃に加算されてしまいスペース的な利用効率も悪かったことから2000年3月大夜改正で ついにすべてのピギーバック輸送列車が廃止となった。2002年7月に最後まで残存していた13両が廃車され、形式消滅となっている。ありがとうございます。